勝手に宣伝シリーズ第7弾イエーイ。これ何だと思いますか？いや、この並びはもうあのお月見饅頭ですか？ねえ、ちょっと一個食べてみようか。うん、え、どうぞ。あ、どうぞ。え、冷たい。乾杯。乾杯。大饅頭。あ、うん、みたらし。みたらしだ。おいしい。蜜が入ってます。実はこちらの商品は業務スーパーで売っているみたらしもちっこっていう冷凍のね、和菓子なんだって。冷凍ってことはじゃあ長持ち。え、めっちゃもちもちしてない？うん。で、今回こちら黒蜜をかけたりきな粉であの食べるのが美味しいって結構話題になってるみたいなので、きな粉いいなね。だからちょっとアレンジして食べてみましょう。おお、乗らない。スプーンでほぐってね。いらない。普通に食べてる。きな粉本当に大丈夫なこの人。本当に分かった。私はフォークで。はい、きな粉だよ。はい、じゃあ作ろう。いいよ、先に食べて。じゃあ食べてみますね。うん、ゆっくり食べて。合いそう。おいしいな、おいしいな、いただきました。じゃあ私は黒蜜を。え、なんかみたらしすでにもう蜜なのに。蜜蜜。いただきます。うん、うまりね。おいしいけど、なんかラッキーかな。え、これさ、チョコだって出てくる。あ、出た。あんだけ牛丼食べたいって言ったよね。牛すき食べてんのお腹じゃない。めっちゃ好きなこと。ありがとう。これで、うん、きな粉うまい。うまりんぬ、うまりんぬ。なんかおやつの時間とかにいいね。うん、おばあちゃん家にあったら最高だ。業務用スーパーってことはきっとね、値段もそんな高くないので、うん、人気なんですけど。まゆー、最近これハマってんの？なんか写真撮るだけシーナスこれ。これパパのポーズって言ったら。何パパのポーズ？パパがお父さんの LINE のアイコン、これかわいい。でお父さん世代ってさ、写真撮るよって。あ、やる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 。なるほど。でも若い人もこれやってね。これパパの、うちの弟もこれやってね。お父さん何見越した？パパの影響じゃないの。皆様、もしよろしければ、業務用スーパーで買ってみてください。よろしければチャンネル登録といいね、コメントよろしくお願いします。